どうかな、どうなってるのかな。あ、やっぱりあった。見つけた。これこれ、やっぱりね。いいなあ、ほんといいなあ。いいな、あったかい。産みたてはあったかいね。きっとさ、こんな風にうずくまってたんだろうな、ここで。あったかいとか、生意気だよね。ふざけんなよ。死ねよ。ありえねえんだよ。死ね。死ね。本当に、生意気だよね。あいつも生意気。
ヨジ、昨日大丈夫だったか？実験の時。ああ、大丈夫。そっか、よかった。ぼーっとしてたのか？あんな簡単な実験でやけどするなんてさ。ちょっと考え事をしてた。実験中は集中しないと危ないぜ。つかさ、白沼が保健室に連れてったんだろ。どうだった？何が？いや、だってなんかあいつ怖くね？なんとなくどうだったのかなって。別に特には。トイレ？ああ。Thank you.
お前さ、それだけ？それだけかよ。見たのか？何が？昨日腕を掴んだ時に。
血ついただろう。ああ。具合悪いんだろお前。無理しない方がいいと思うけど。それ。昼、それだけ。少ねえな。そんなことよりもっと他に、じゃじゃーん。悪い子の匂いがする。何かさ、最近変わったことない？本当に？だったらさ、俺が占ってあげるよ。
これ使ってね、占うんだよ。すっごく当たるの。どれどれ。ヨウチンは白沼哲夫のことを、どこへ行く気なんだよ。おい、なんでこんなところで何を。何が目的なんだよ。
行くぞ、エリー。ジやべ。ごめん、ちょっときつかったかな。お前さっきなんで吠えたんだよ。たぶん
ごめんな、ちょっと待ってろよ。ヨジ！あのさ、ヨジ、どうした？え？何が？いや、なんかぼーっとしてるから。ああ、ごめん。大丈夫？それ…ああ、あのな、うん、昨日さ、夜ちょっと用があって、たまたま用心地の前を通りかかったんだけどさ、なんか変なの見ちゃってさ。変なの？ああ、あのさ、お前んちのマンションの前に沖永を送り迎えしてるやつがいたんだよ。車乗りつけてさ。沖永の？ほら、校門前まで車で来る柄の悪い運転手。どうしてマンションの前に？俺が聞きたいぐらいだよ。でもさ、あいつってつまり沖永の身内ってことだろ。だから、目つけられてんじゃないかって思ってさ、沖永に。なんかされたりとかしてないよな？ああ、ならいいけど、前に話しかけられたとか言ってたからさ、ちょっと心配になって。そうだな、あいつ変人だし、何考えてるかわかんねえからさ、これからも何してくるかわかんねえし、気をつけた方がいいぜ。あ、まこと？じゃあな。
ヨーチン、いる？あ、ヨーチン。ヨーチン、早くこっちおいでってば。暇なんだってば。退屈。やっと来た。迷惑なんだよ。迷惑だってちょっとね、話があるんだよね。ここじゃなくてさ、どっか違うとこ行きたいんだけど。今じゃなきゃダメなのか。うん、そう、今がね、いいんだよね。今じゃなきゃダメ、ダメなんだよ。考える必要ないでしょ。りょーちん早く。わかった。だからわめくのやめろ。じゃあ決定ね。ついてきてね。話っていうのはさ、ちょっと幼稚に注意がしたくってね。注意？そう、注意。ダメだろ、垂れ流しちゃん。そんなことばっかりやってると周りを刺激しちゃうよ。悪い子だな。あんまり垂れ流しちゃダメなんだよ。
どうしてそれを。でもね、幼稚園のはさ、まだ偽物だからさ、まだまだだよ、まだまだだよ。偽物って何が。あのさ、白沼哲夫そんなにお気に入り？でもダメだよ哲夫はさ。だって幼児はね、俺と一緒なんだから。そう、幼児はね、俺と一緒なの、わかる？お前も人間じゃねえんだよ。哲夫はさ、あいつただの人間だよ。つまんないよ。だからさ、仲良くしよう。いや、こら、殴らないで置いてやるよ。まずはね、幼児のありのままを見せてほしいの。幼児のお気に入りを用意してあげるからね。
じっとしてろ。なんでだ。白沼鉄夫、
つ。Thank you.
昼休み、旧校舎の屋上に来いよ。どういうことなのか説明しろよ。何が？昨日のことだよ。お前、沖永とグルなんじゃないのか？何か言えよ。俺もよくわかんねえよ。いきなり殴られて気づいたらあなただ。嘘だ。ふざけてるのか。冗談も大概にしろよ。嘘じゃないなら否定しろ。とにかく本当のことを言えよ。待てよ。触るな。話せよ。
なんか顔色すごい悪いけど平気？ああ、ちょっと体調が良くなくて。そっか、じゃあ早く帰った方がいいよな。あの、聞いてもいいか？何を？今日城沼に何か用とかあったのか？朝話しかけてたみたいだったから。ああ。いや、そんなに大したことじゃない。その、この間のことを一応礼を言っておこうと思って。礼？実験の時の。ああ、保健室に連れてったやつか。あ、そっか。なるほどね。どうだった？城沼の反応。なんか言ってきた？いや、別に。特には。だろうな。あいつそういうの全然気にしなさそうだしな。ごめん、今日はもう帰る。ああ、うん、それじゃあまたな。
失敗した。痛い。早く来いよ。早く来い。早く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 。坊ちゃん。坊ちゃん、開けてください。坊ちゃん、大丈夫ですか？立てますか？違う。遅い、遅いんだよ、バカ、うんこ、バカ、アホ。すみません。さあ帰りましょう。少し我慢してください。
どうか、どうか怒りを押し詰めください。どうかお願いします。どうか。あなた方の恨み、この私が決して忘れはしません。キャツに否定されて、あなた方は人の形を取ることすら許されなかった。さぞ我らを憎んでいることでしょう。ですが、どうかどうか怒りを押し詰めください。どうか。何をぼさっと見ているのだ。お前も卑劣せ。その不尊を詫びるのだ。神の寵愛を独占し、神の似姿を与えられた己を恥じろ。貴様もこんな姿になりたいか。こんな姿しか与えられなかったあの方々の無念がわかるのか。親父、親父は何を崇めているのですか。神などいない。ここにおわすのは神に見捨てられたる亡霊の念だ。大洪水、ソドムとゴモラ、かつてあまたの人々が無慈悲な神の審判によって命を奪われた。彼らは天国への門を閉ざされたばかりでなく、再び神の似姿を身にまとうことすら許されなかったのだ。その結果がこれだ。彼らは人ならざる姿に身を落としてなお、今も神の子らと嘘吹いてはばからぬ我々を呪い、祟っているのだ。ああ、ミュルメ・コレオン。